Hola a todos, una vez más. Hoy vamos a jugar a Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memories. Espero que os guste. ¡Vamos allá! リュウジ君、いきなり呼びつけてすまないね。いえ、問題ないです。早速取り掛かりますか。お願いするよ。クライアントのシステムがエラーを起こして、もうどうにもこうにも。攻撃されている可能性がありますね。急ぎましょう。千歳くん、あくびなんかしてると怒られるよ。大丈夫大丈夫、俺オーナーのお兄ちゃんとマブダチだから。それよりさ、バイトちゃん、仕事終わったら飯でも行かない？残念、私今日シフト朝までだもん。おっとっと、いらっしゃいませ。何時間ご利用すか？イブ、遠足前夜は眠れない。本番前にヘロっちまいそうな感じがぴったりだ。伝わる？オッケー。すでにエキサイトしちゃってる悪魔キッズに俺様の新曲を聞かせてやるぜ。フー、イエーイ、ジェミケン最高。ちょいとアンさん、顔貸しておくれやす。これからクーロンを見回る。手伝いなはれ。いいから黙ってやり。アンさんには話しておきたいこともあるんや。
しまいや。マッチが夕ご飯と出会ったのは数年前のことや。その時のワッチは金のためだけに動く企業の雇われハッカーでしてな。実を言えば最初も夕ご飯を監視するためにザクソンに送り込まれた身の上です。安心し、ワッチはもう身も心もザクソンハッカーや。夕ご飯に会うてワッチは大事なもんをいただきにした。アンさんにこんな話をしたのは理解させるためや。に、ワッチにとって夕ご飯はもし間違ってでもデモンズに味方して夕ご飯に立てつこうとしたら分かってまっしゃろな。分かればいいんどす。安心し、おとなしくしとれば悪くはせえへん。ワッチはアンさんみとうなブサイクがいっと好きなんや。戯れどす。いちいち本気にするもんやないわ。なんとかなったね。Thank you.
相手を間違えましたな。さあ、行こう。次行きましょう。なんや。あれ？そこにいるのはひょっとして、ついこの間仲間に裏切られたおまぬけザクソンのナンバー2フェイさんじゃないですか？ここから先へは通れませんよ。私たちマスクメイドが制圧したんで。は？
か？ザクソンさんたち、今内部分裂で大変みたいじゃないですか。だから、私たちがエリアの一つを管理してあげるって言ってるんですよ。前々から、あんたたちの縄張り、ちょっと多すぎてムカついてたんですよね。わかりやすすぎて、へそで茶が湧きますな。大方、レモンズの尻馬に乗って調子に乗りはったんやろうけど、あんなバチも、もともとザクソンの戦力外なんや。やだ、強がりとか超可愛いんですけど。さっさと引っ込めって言ってるんですけど。よろしおすな。わっちはブサイク以上にその決体のマスク剥いで下にあるアホ面をめっためったにすることを考えると、なんや、体が熱くなるわ。夕ご飯は優しゅうでな。最近いつもおいしいところを止められてしもうて、正直欲求不満気味なんです。このホテル、アンさんらの体で晴らしておくれやす。はあ、メイドだからってそういうご奉仕は超ごめんなんですけど、全員一斉に行くんですけど、メイドの下克上思い知ればいいんですけど。Thank you.
開始だ。の違いをようやく思い知ったようですな。さて、それじゃあそのマスク堪忍しておくれやす。先生とはいつも興奮してしまうてな。手元が狂うて皮まで剥いてしまうかもしれまへんわ。ごめんなさいなんですけど。口ほどにもあらしまへんな。これで分かりましたやろ。ああいうバカを野放しにすればエデンはどんどん荒れていくんです。ザクソンは
それを紙一重で食い止めとるんや。それなのに、よそのチームの連中といえば、でかいだけのチームやとか言いたい放題。夕ご飯も気づく者だけが気づけばいいなんて言い張るし。まあ、そない言うところが安城好きなんやけどな。話はこれでしまいや。バッチの言ったこと忘れるんやないで。夕ご飯を裏切るやつは容赦せえへん。デモンズも近いうちに必ず叩き潰す。悪いんだけどさ、お嬢を病院に迎えに行ってくれないかな。俺もリュウジも仕事で抜けられなくてさ。大丈夫。治療の後はいつもぼーっとするの。治療っていうのは、私の記憶をエデンにある記憶サーバーにアップデートして、その分私の脳にある記憶を消す作業のこと。記憶がなくなったわけじゃないよ。脳から記憶サーバーへ記憶を引っ越しさせたって感じかな。記憶サーバーとリンクしている限り、私の記憶量は常人の何倍もあるって言われてるくらいなの。サーバーに上げたデータが勝手に消えることなんてないでしょ。それと同じ。確かに常識じゃ考えられない処置かもね。でもそうしないと私はパンクしちゃうの。だから仕方ない。いや、私だ。祭りは楽しんでもらえたかな。どういうつもりか。君にも見てほしかっただけだよ。新しい伝説のその始まりをね。準備は整った。今度こそ直接会って話をしよう。近々大きな集会がある。聞こえたよ。今のが君に犯人の情報を流してくるっていうハッカー。まさか言われた通り一人で行く気？本気？絶対怪しいよ。敵陣の真っ只中で会うなんて。奴の出方を見るにはこれしかないって。そりゃそうだけど。分かった。でも協力はさせてよね。もちろんついて行ったりしないよ。君一人で行けばいいんでしょ。
Bueno, espero que os haya gustado. Dale al botón de suscribirte y nos vemos el próximo día. Adiós.